どうもこんにちは、松本です。今回はですね、ギャップの話してみたいなと思うんですけれども、ちょっとその前に一つだけお知らせをしたいと思います。というのは何かっていうと、私ツイッターを始めまして、まあこれはちょっと実験的なところもあるんですけれども、とりあえず1ヶ月ぐらいやってみて、まあ、反応を見て私自身の、まあ、続く続かないっていうところを判断していきたいなと思ってますけれども、基本的にツイッターですので、つぶやきのツールです。まあ、ボソボソ普段考えていることをつぶやくっていうものなんですが、まあ、基本的にその動画でアップする、このどんな動画を次アップするかっていう事前にお知らせをするとか、実際アップしましたよっていうお知らせだったりとか、この動画を1本作るにあたって、まあ、どんなことを調べてどんなことを考えてるっていうのをちょこちょこつぶやいたりですとか、あとはまあ、動画にするほどじゃないですけれども、これって役に立つ情報じゃないかなっていう、まあ、チラチラと役に立つ情報をポン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 投げていくですとか、まあ、たまには私自身の日常とか農作業している時の様子とかも、まあ、もしかしたらつぶやくかもしれないなっていう感じで、いろいろ試験的にやってみたいと思いますので、また動画の概要欄とかコメント欄にアカウント載せておきますので、まあ、そちらもしよかったらフォローしてみてください。じゃあ早速いきたいと思うんですけれども、ギャップ GAP よくわかんないですよね。私も全然よくわかんなかったです、以前は。で、今回もまあ私自身よくわからなくて、いろいろ調べた上でお話ししているので、まあ、ちょっと知識が浅いかもしれません。そこは突っ込んでいただいて大丈夫です。で、ちなみに GAP、 これは何の略かっていうと Good Agricultural Practice で、これは英語です。で、これを日本語にそのまま訳すと適正農業規範なんですよ。よくわかんないですよね。で、よくわかんないのを農水省も考えました。これじゃよくわかんない、広がらないっていうことで、別の訳作りました。農業生産工程管理。GAP の英語の略とは全く関係ないですが、生産工程管理のことですよっていうふうに農水省は言ってます。確かにそうなんですよ。じゃあ、ギャップっていうのは、農業生産工程管理のことなんですよ。で、ただこれだとまだよくわかんないです。さらにもうちょっと噛み砕いて言うと、農産物の安全を確保し、より良い農業経営を実現する取り組みのことです。より良い農業経営を実現する取り組みのことなんですよ。つまり、私たち農家、農業者が補助管理をしていく、生産活動を行っていく中で、もっといい方向に進んだらいいよね、こうやったら改善していったらいいよねっていう、その取り組みを指してギャップに取り組むっていう風な表現をするんですよ。で、これ農産物の安全を確保しってなってますけれども、これ一応言っておくと、農薬を使ってる使ってないとかは関係ありません。そっちの安全性ではないんですよ。これから説明していきますけれども、農薬そのものの安全か危険かっていう話ではなくて、その食品、私たちは食品を製造しているわけですよ、言ったら。その食品をどう取り扱っていくかっていうところの安全管理の問題を指しているんであって、製造過程においての安全か危険かっていう話ではないっていうところだけ最初にちょっと押さえておいてください。じゃあ早速中身見ていきたいと思うんですけれども、これちょっと真面目にやるとかなり眠くなってしまうような内容です。ですので、ざっくりといきます。ざっくりといきますので、ギャップってこういう取り組みなんだよなっていうことは、まあなんとなく理解できるようにお話ししていきますので、まあちょっと寝ないでください。で、大きく分けると5つに分かれます。で、まあ5つに分かれるんですけども、大体主要なのは上の3つ、食品安全と環境保全と、労働安全、この3つが非常に重要です。で、食品安全って何かっていうと、先ほど言ったように農薬を使う使わないって話ではなくて、例えば異物混入の防止に努めていますかっていう、そういう項目があります。それは例えばですけども、出荷場とかその施設で、明かりつけますよね、電球、蛍光灯みたいなの、あれがもし割れた時に下にある農産物にガラスのような破片が降ってきたら危ないですよね。そうならないようにガラスの飛散防止のカバーつけてますかとか、そういう話なんですよ。で、
もう一つ、農薬の適正保管っていうものがあって、これは要は農薬使った後にちゃんと所定の位置に置いて管理をしていますか、適当なところに置きっぱなしにしていませんかっていう項目だったりとか、清潔な施設の中で食品、じゃがいもとか玉ねぎみたいな保存系の食品を保存ちゃんとしてますか、清潔ですかっていうようなことを問われたりするんですね。で、環境保全は何かっていうと、例えば黒マルチ、あのビニールマルチって使うじゃないですか。あれ使い終わった後、回収して、そのぐるぐるっと例えば丸めたものを畑に置きっぱなしにしてませんか、大丈夫ですか、ちゃんとすぐ廃棄してますよねっていうような話だったりとか、労働安全については機械とか設備、これちゃんと点検整備してますか、壊れた時に危ないですよね、ちゃんと点検してますかっていうような項目があったりとか、道具、いろんな農機具ありますよね、そういうものはちゃんと所定の場所に置くか、ちゃんとそこで整理整頓されているか、もしグラグラっと地震が来た時に倒れて物が落ちてきて足に当たって怪我したりしませんか、大丈夫ですかっていうようなことが問われるわけですよ。で、その下、人権保護なんていうのは、例えば労働に関する話だったりとかするんですけども、家族で農家っていうのは大体その家族でやることが多くて、奥さんちゃんと労働時間決めてやってますか、もう無制限に働かせてませんかとか、ちゃんとお給料払ってますかっていうような、その取り決めですね、家族内の家族経営協定みたいなものをちゃんと取り決めて働いてもらってますかっていうことが、まあ、実際項目にあったりとか、農場経営管理っていうのはちょっとまあ表現が曖昧ではありますけども、例えば農作業管理の作業記録をしっかりつけてますかっていう話だったりとか、研修生とか従業員がいるんだったら、その教育訓練をしっかりとカリキュラムを作って実施してますかっていう話だったりとか、今聞いてて分かったと思うんですけれども、ごくごく基本的な話なんですよ。基本的なことができてますかっていう、その取り組みの内容に対してギャップっていうものを、まあ、一つ決めてるわけですよ。本当に基本的なことなんですね。ただこれ、なんでギャップがそうやって言われてるかっていうと、その基本的だって言われてることが意外と農業の現場ではまあおろそかになってたりするんですね。とりあえずもう一生懸命忙しいですからね、とにかく忙しいですので、もう必死に日頃作業して日々仕事に追われて、もうできたら出す、できたら出すみたいな感じでもう必死にやってる中では、やっぱりどうしても畑でマルチがそのままに置きっぱなしになってたりとか、農薬使った後そのボトルがそのまま置きっぱなしになってるとか、なんかこう道具がぐちゃぐちゃにもう散乱してたりするわけですよ。で、そういうのを改善していきませんかっていう提案をしているのが、このギャップっていうものなんですよ。で、これは他の業界でよく見ているとすごくよくわかるんですけども、例えば飲食店、ファミリーレストランなんかはすごくよくわかります。ファミリーレストランに入りますよね。お店、お客さんとしてファミリーレストラン入ります。いらっしゃいませって言われて入りますよね。そうすると、お店きれいじゃないですか。綺麗なところに入って席について、ぴっちりと清潔感あふれるそのスタッフが接客をしてくれて、オーダー取ってくれて、で出てくる料理ももうピッと綺麗に取ってるし、テーブルも綺麗だし、まあグラスに何か異物が乗ってるってこともありません。氷が入っていて、水が入っていて、もう綺麗なもんですよ。でもちろん奥見えないですよ。キッチンとかは見えないです。見えないですけども、そのフロアの状態を見たら、キッチンもきっと綺麗にちゃんと清潔に管理されてるんだろうなっていうことがやっぱり分かりますし、出てくる料理を見れば、これ裏ではちゃんと食材をきっちり管理していて、使ったら戻して、使ったら戻してって言って食中毒にならないような管理していたりとか、ゴキブリとかネズミとか出るようなそんな衛生状態じゃないよなっていうことは、ホールを見たら分かりますよね、大体ですけども。まあそうじゃない場合ももちろんありますけども、だいたいその外に見えているところを見ただけでも裏の様子っていうのは想像できるわけですよ。で、これお客さんから見えない場所だけれども清潔にしているっていうところが、
伝わるとお客さんもやっぱりそれ買ってみようかなってなるし、買いやすくなる、安心して買えるっていうところにつながるんですよ。で、農業の現場でもそれは同じことが言えて、裏でどんな状態かわからないんですよ、やっぱり。なんだかんだ畑はもちろんオープンな状態ではありますけれども、そんないちいち見に来ることできないですし、写真で撮って、例えば SNS でアップしたとしても、それって本当に写真もなんか加工してないとか、綺麗なとこだけ写してないっていうことは当然考えられるんですね。本当はぐちゃぐちゃなんだろうなって思ってたら、やっぱりそこから買ったものって美味しく食べられませんし、これもしかしたら衛生状態良くないとこで保管してたのかなって思うと、やっぱりちょっと次から買うのやめようかなってなっちゃうわけですよ。だから、その圃場が綺麗に管理されている、施設が管理されていて綺麗だっていうところが意外と重要なんですけども、それはお客さんから見えない部分、ただ見えない部分だけでもきっちりしていると、それが回り回って伝わって、お客さんにとっては買うメリットが生まれる、買わないデメリットは生まれないっていうことになってくるわけですよ。じゃあここで、そうやってバックヤードで見えない場所だけれども、畑、圃場の中ではきっちりと清潔感あふれる管理をしているものが置きっぱなしになってない、ちゃんとしっかりと管理されてますよとか、施設の中では、出荷場の中では、本当に清潔で出荷作業もきっちりやられている、そこで働く人たちも、やる気を持って普段から取り組んでやっていけるような体制が整っているとしても、そうだとしても、それをどうやって伝えるのっていう話になってくるんですよ。じゃあその時に必要なのは何かっていうと、何かお墨付きが必要。それがギャップ認証って言われてるものなんですね。ギャップ自体は、その農業経営を実現する、より良い農業経営を実現する取り組みのことですけれども、これを評価して認証しますよっていうものがあるんですよ。それがギャップ認証って言われてるもの。これはいくつかあります。実際厳密には、日本で取得できるギャップの認証っていうのは大体5つぐらいあるんですよ。主要なものは3つなんですけれども、ざっくりと5つあります。で、それが1つはグローバルギャップって呼ばれているもの。これは国際的なものです。全世界で通用するギャップといえばグローバルギャップです。ドイツに本部があるんですけども、世界中で認められているギャップっていうと、グローバルギャップを指してます。で、アジア圏独自のギャップ認証っていうものもあって、それはアジアギャップ、そのままですね、アジアギャップっていうものがあります。これは日本が管理してます、本部というか。で、日本独自のギャップもあります、 J ギャップっていうもの。ちなみに、このグローバルギャップ、アジアギャップ、 J ギャップ、同じ認証かっていうと、もちろん大枠は同じなんですけれども、より厳しいのはグローバルギャップです。国際的なものは一番厳しいです。で、この辺、アジアギャップ、 J ギャップは大体似通った感じなんですけれども、 J ギャップっていうのは、これ実は2020年東京オリンピックの、その選手村とかで提供される食材は J ギャップの認証を取っているものを出しますよっていうふうにしてますので、これそこに食材を提供して売り込みをかけたいなっていうような生産者っていうのは J ギャップを取ろうとするんですよ。取った方がいいというか、取らないとそこに食材を提供できないっていう部分もありますので、国としても J ギャップ取りましょうっていうふうに今結構グイグイ押してます。どんどん取ってくださいよってやってます。ですので、日本国内としては J ギャップが結構押されてますけども、実際世界的に通用するのはグローバルギャップです。じゃあこれどっち取得したらいいのかなって、認証取ったらいいのかなっていうのは、今言ったように、東京オリンピックを視野に入れるんだったら J ギャップを取る必要があります。でも世界的に見て、自分の作ったものを世界に輸出していきたいと思ったら、J ギャップじゃダメなんですよ。グローバルギャップ取らないと世界に打って出ることはできないっていうようなことで、自分自身、その生産者自身がどこで認証を受けたらいいのかっていうのは、取引する相手によって変わります。その辺をしっかりと分かってないと、どのギャップ取ったらいいのかなっていうことが見えなくなってきますので、その辺の判断は必要だと思います。で、もう2つ、都道府県ごとに設定
定されているギャップっていうものと、あとは JA ごとに設定されているギャップっていうのはあるんですけど、これはまあその括りが小さいです。基準もちょっと緩めです。農水省のガイドラインに従っているぐらいのもので、そんなに厳しくはないんですよ。で、これ言ったら、まあ、これはダメかいいかっていう話じゃなくて、言ってみたらこれ日本国内で通用する J ギャップっていうのは円だと思ってください。お金で言ったら、通貨で言ったら円です。で、この辺都道府県単位 J 単位っていうのは地域通貨ぐらいの感じです。その地域の中ではもちろん流通するものだけども、他のところ行ってその通貨が使われてないところ行ったら全く通用しないっていうものです。で、それで言ったら、まあこの辺はドルとか、アジアギャップだったら例えばドルだったりとか、ある程度の広い範囲で使えますよね。で、この辺グローバルギャップってなってくると、例えばまだちょっと実現してないけど、 Facebook のリブラみたいなもの、仮想通貨ですけど、まあその全世界で通用する世界通貨みたいなもの、そういうイメージで考えてもらえるとまあいいかなっていうところですね。このギャップなんですけれども、まあ誰でも取れるかっていうと実はそんなことなくて、審査があります。やっぱり基準があって、そこを満たさないと当然審査通りませんし、その審査を受けるまでには、それまでには当然日々の取り組みがありつつ審査に移っていくっていう流れがあって、最初に指導があるんです。専門家による指導があって、こういうふうにやっていったらいいですよっていう、まず指導が入るんですよ。で、指導入った上で実際取り組んでみて、それで期間を置いて、その後に実際審査が行われて、あ、これだったら認証できますねっていう判断がされるんですね。だからちょっと手間がかかるんですよ。今ちょっとデメリットに書いてありますけども、手間がかかるので、誰でも彼でも農家であれば認証取った方がいいかっていうと、そんなことはないです。で、ちなみにもう一つコストっていう手間があって、これは当然ですけども、その専門家とか審査の人っていうのは、まあ交通機関を使って畑に来てくれて、そこで審査を検査をするわけですから、当然こっちお金がかかるんですね。検査料っていうものがあったりとか、その来てくれる人の旅費を持ったりとか、いろいろかかります。で、これちなみに個人でもし取ろうとしたら、最低10万円プラス検査員の旅費っていうのがかかってきますし、まあそのいろいろきっちり一律10万っていうわけではなくて、一つの基準として最低料金10万円プラス旅費みたいな感じです。で、法人が取ろうとすると、団体とかで取ってくるとまたちょっと金額が変わったりとかもしますし、いろいろなんですけれども、とにかくかかるんですよ。で、新規で検査する以外にも、2年間経ったらその後は継続するための審査がまたあったりとか、2年更新とかになってたりするので、まあまあかかります。だからデメリットはあるんですよ。ただそのデメリットを打ち消すだけのメリットがあるんだったら、認証を取る価値はあるっていう話で、じゃあそのメリットって何なのかっていうところ、これをお伝えしていくと、生産性向上が一つ挙げられます。ここで言ったように、いろんな取り組みあります。もう本当にごくごく基本的な取り組みなんですけども、やってて当たり前だと思われるような本当に基本的な取り組みなんですけれども、これをやることによって、やっぱりそこで働く人たちの気持ちが変わる、モチベーションが上がって働きやすくなって、物が整理されているから、やっぱり生産性が向上するってことは当然考えられますよね。そうなってくると、生産性が向上すれば当然まあ売り上げも上がって、検査料だなんだかんだ、手間かかるわなんだかんだ、書類作成も大変だなっていう以上に、お金が手元に入ってくるんだったらやる価値はありますよね。で、それ以外にも販路拡大っていう面あります。例えばですけども、認証を取ってない生産者がいます。認証を取っている生産者がいます。大体同じようなものを作ってます。じゃあその取引する業者側から見て、どっちから買いたいかなって考えれば、当然認証を取ってる方が、あ、ちゃんとやってるっていうお墨付きもらってるから、じゃあここで取引しとけば安心だよねっていうことが分かるわけですよ。そうすると A か B かって言われると、やっぱり認証を取ってる方 A 行きましょうっていうふうになっちゃうんで、そう考えると、その比較検討された時に取引先が増えるっていうところで、販路拡大の可能性があるっていうことです。
今現在そんなにその農業者全体、農業全体から見るとギャップの認証を取っている人、生産者団体っていうのはまだまだ少ないです。少ないからこそ価値があるって考えた時には、今だったらギャップをもうとにかく取るっていうことには、まあ大きな価値があるんじゃないかなと、まあ、そういうふうに思います。ということでざっくりとですけれども、ギャップの説明してきました。これギャップ認証を取るかどうかっていうのはメリットデメリットがあるので、まあ誰にでもおすすめするものではないんですが、ギャップに取り組むこと自体はメリットしかありません。本当に基本的なところを守るっていうところですので、ギャップを取り組むこと自体は本当に全員やった方がいいかなと。私自身もあんまりできてない部分はありますので、あんまりガツガツやれよやれよっていうのはちょっと自分自身に刺さってくるので、なかなか言いにくいところではあるんですけども、ギャップに取り組んだ方がいいのは間違いないです。ギャップ認証はそうではないっていう認識、この辺だけしっかりと押さえてもらえると、ギャップってなんだろうっていうことがだいぶ理解できるようになってくると思います。というわけでいかがだったでしょうか。今回ギャップお話ししてきましたけれども、このチャンネルでは農業に関係するさまざまな役に立つ情報を随時配信していきたいなと思ってます。でチャンネル登録をしていただくと、新しい動画がアップされた時にアップされましたよっていう通知がいきますので、ぜひチャンネル登録をしていただくと新着動画見逃さずに全て見ることができるようになると思います。ぜひチャンネル登録してみてください。というわけで次回ですけれども、今回ギャップでしたけども、次回全くちょっと関係のない話、会計に関係する話をしていきたいと思います。クラウド会計っていうもの、ちょっとわからない方もいらっしゃると思うんですけども、確定申告とか青色申告とか、よくわかんないなっていう人にとっては、クラウド会計、クラウド会計ソフトっていうものは農業者にとってものすごいプラス、強い味方になると思いますので、これはぜひ見ていただきたいなと思います。まだちょっと撮ってはいないんですが、そのうち撮ってなるべく早くアップしますので、そのアップされる前にチャンネル登録ぜひしてみてください。よろしくお願いします。ツイッターも同時にお願いいたします。ではまた会いましょう。